ボイス上にお知らせです。海外からハム、ソーセージなどの畜産物や果物、野菜、切り花などの植物を日本に持ち込むことはできません。畜産物をお持ちの方は動物検疫カウンターに、植物をお持ちの方は植物検疫カウンターに必ずお立ち寄りください。動物検疫、植物検疫を受けずに持ち込んだ場合は罰則が適用される可能性がありますのでご注意ください。なお、輸入できない畜産物を持っている場合、入国が認められないことがあります。世界各地で発生している家畜の伝染病や植物の病害虫を日本に侵入させないため、ご協力をお願いいたします。